お疲れちゃんです。ラットです。そして、どうも皆さん、こんにちは。さっき、カメラここっすか、カメラここ。しかも待ってください。なんすか。この人すぐ暴露する。絶対なんか暴露しようとしてるじゃないですか。さっき、なんかないかな。何やんすか。探さなくていい。わざわざ探さなくていいですからね。今日です、お願いします。はい、今日、スキュラッとやっていきます。あ、明日、僕が、なんか教えたお店に行くらしいっす。だから結構ガチなやつだっていうわけで、今日は久しぶりに協力バトルをね、やっていきたいと。マジで久々っすね。10秒デッキね。あ、出た。皆さん多分知ってる方は知ってると思うんですけど、結構昔のこちらですね。ゴブリンバレルを使ったこうキング落としデッキですね。うん、が結構久々っすよ、この10秒デッキや動画やるの。そうですよ、みんなやってないじゃん。僕もあんまやってないし、最近僕もやってないですよ。やんなきゃダメなんですよ、こういうの。なんで今日これをやるの。素晴らしい。そしてもう一つね、10秒デッキ知られてないかもしれないですけど、確かに知ってる方は知ってると思うんです。スケラですね。はいはい、なんとスケルトンラッシュをこう同時にキングにかけてフリーズで固めてこうキングワンパンみたいな。こっちの方がテクニックはあんまいらないっすよね。一緒じゃないですか。いや、やっぱバレルとかミラーとかクローンとかセットしてレジ急いで出さなきゃみたいな。やなめだけで終わっちゃうとか思いますか。そう、ちょっとやっていきます。やっていきましょう。最初どっちにします。あー、もうバレルからいきますか。元祖バレル、元祖からね。これ結構こう前にもね、多分僕と2年くらい前からなんか撮った動画も多分やってるんですけど。いや、そうっすよ。確かめっちゃ成功してますよね。うん、そうですし、僕と昔の家で多分ラットさんがまだすごい緊張してた時代に回します。初めの方に撮った動画が多分10秒デッキじゃないですか。確かなら僕の多いっすね。ちょっと暇なんでバレル、ディガー、レイジぐらいは僕できますね。いや、ちょっとね、もうちょっと待って。大型から始まりくるくないですか。来るな。これこんぐらいでいきます。もう、あ、これいっちゃいます。いっちゃいましょう。いっちゃいましょう。今ちょっとずれたな。ちょっと遅れた。で、クローンもお願いしたいです。かなり遅れてる。俺ワンチャン切れないですか。え、来たくないですか。来た。あー、やめ。あー、しかも守れない。ちょっとおじさん、何もできんわ。いや、惜しい。今あった。今行きましたね。ちょっと僕、しかもごめんなさい、これね、多分早かったですか。いや、僕、早かったね。僕が遅かったんで、そのやっぱちゃんと、あ、ど二台ど二二人玉がピューって言ってバーンっすよね。バーン。だから今のピューピューピュー。そう。僕は8個すぐらい出しちゃってたんで、それはダメなんですよ。僕が焦りすぎて。いや、これ久々だから。ね、もうそのユーチューバーとしてやんないと。よし。じゃこれね、マジで面白いんですよ。いや、これいいっすね。なんか快感がいい。快感やばい。いいっすよね。しかもラッツさんってると勝つんですよね。それはたまたまで。で、これも端前でどんどん出します。そうすると、まあ相手はすぐ焦るんで。バレル欲しいっすね、キヨキヨさん。いや、めっちゃいいやりごり。なんもない、この手札。やな飴使いましたね。やば。ちょっと待って。まあ一回防衛しますわ。まあロケットとか適当に。はい、そうっすね。一回まだバラさない方式で、はい、こう焦っちゃダメですよね。まだこうネタを見せないって感じですね。さあ、ここはさあ、ドーン。AM 大事っすよ、これ。救急さんのそれはうまい。うわ、これやだな。これもう無視でいいんじゃないですか。で、諦めた。お、でも、うざ、あ、バレル出しちゃダメじゃない。ミラー、あ、一枚。そうそう、一枚。いや、まあ、ありあり、大丈夫、まだ参る。で、こういうところでどんどん出していくんですよ。そうですね。嫌がらせのことで。いや、ギャングやっすね。これ、ちょっとやっすね。僕、矢の、もう、バレル3点セットと。やります、お願いします。あ、ごめんなさい。バレル3点セットと、僕、矢の飴構えてますわ。結構、あいつ、サンガゴとかギャングとか多いんで。僕、バレルディガーっすかね。まあ、レイジ欲しいっすけど、まあ、なくても。もう、だから、これは、極論、スリクラ終わらなければいいんで、もういいんですよ。タワーとかどうでもいいんですよ。僕、いつでも行けそうですね。ちょっとまだ行きたい。ですが、あいつ、矢の飴持ってたんですよね、これ。あー、マジっすか。いや、持ってました。最初に使ってたんですよ。何すか、それ。じわりますね。言ってんのかな。柳使ってくれねえかな。守りますか。ちょっとそうですね。バレルで守んない方がよくないですか。いや、そうっすね。多分ですけど。いや、言っちゃいます。バレルミラーあれならできますけど。いや、まだ早いです。まだ。あ、柳使っちゃった。いや、ここで相手が結構絶対使う攻めてきてるので、いい。なんで使わないの。矢の飴使ってほしいっすね。矢の飴使うまでちょっと、なんで二人も見てんだ。
両方グッドゲームとか押して、グッドゲーム、ありがとう、諦めたな、これっすよ、グッドゲーム、グッドゲーム、フリーズもあったしかも、もうちょっと待ってもいいか、相手も出してこないって、そんなことあります、そんな、あ、やるの見つかった、行きますか、ちょっと待って、たまったら行きますか、行きましょう、せーの、せーの、来た、これ来たな、レイジします、クロン、矢の雨、速で出します、おちょ来た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 全然ハイタッチ合わなかった今もうすごかったそれ爪と爪がすごかったこれえめっちゃ怖くないですか神神さんやもう一回もう一回もう一回今弱くないですかだって相手もだってもう余裕でウェーって思って最後降りてきてしかも顔出し言うのしてきたし、ね、グッドゲーム急したねいいめっちゃいいグッドゲームめっちゃいいっすねグッドゲームめっちゃいいやませますねいや今のは今の神あやええこれ10秒で季節あるそんミラ10秒で季節ありますこれで使わせましょう使わせましょう言ってますよ多分いや矢野目使いましたよミラー欲しいっすねちょっとちょっと一旦こう絶対で10秒で季節ワンちゃんはいですよねえこれ違うんかな行きますどうしますっていうことありますね行きましょうか行きますか行ってみましょうお願いしますで相手も10秒で季節相手も10秒で季節でも矢野目使いましたよやめやうわうわ絶対10秒デッキだ待ってこれ絶対10秒デッキなんでこう勝ちましょう一緒ワンチャン本当に10秒デッキなんですかね矢田目お願いしますありがとうございますあちょっとこれ僕らどういきます勝ちてえなんなんかポイズだからポイズン使わせるんですよだからポイだけなんじゃないですかこれおでもなんか怪しいんですよこの両サイに振る感じが本当っすか本当っすかただの人っすかただの人っすかこれただの人っすねでも、あ、いいっすかこれ勝てます僕の矢の雨次第かなと思いました今エイムで、キヨキヨさんのエイムに任せるしかないですねで、エレキとか咲いてそうくれたら美味しいですが相手10秒デッキだったら面白いなさあ、守っていきますおえうわ、絶対10秒や絶対10秒なんかそんな被るかこれ一回も待ちません僕は今手札いいんでちょっと一回待ちますわグッドゲームにしてあ、ここでもう相手出してきたな矢の虫あれ間に合うですかねあれやばいですよいけるさちょっとロケット打つくるおじゃあ僕もロケット打ちますオッケーナイスいいロケットセーフセーフでここでも手札僕満パス僕も揃ってますあれも虫これ虫これ虫まだまだで矢の雨はあっちに使いますキングに使いますお願いしますグッドゲームからのやべ来たないや、これまだ耐えられない。これまだ耐えの時期。行きましょう。来た、来た。行きます ?7 なんで8、9で10のタイミング行きましょう。お願いします。やべ、来た、バイト。やべ、防衛でお願いします。OK です。使いました。で、クローンお願いできますか?あ、待って、こいつ守る。ちょっと持つと俺。お?70。クローン。クローン。クローン、クローン。クローン来い!うわー、やべー!やべー!ロケット。やべー!バイトも10分で救急車ロケット。やべ、70。ボール、あ、やべ。ロケットで勝ててましたよこれ10秒で一気対決マジかえぇ、ー、悔しいめっちゃ悔しいっすかだってこれまさかの展開っすよやばいっすね10秒で一気つかす相手も10秒で一気いやこれ悔しいマジで負けたのかしかももうだから差し上げプリン読んでたらワンチャンロケット間に合って勝ってましたよねいやーいやこれマジで悔しいやつだこれめちゃくちゃ悔しいっすねマジかいやーちょっとやられますねでもまだスケラはちょっとね僕らあまあまあまあそっかそっかそう忘れてた忘れてたそっちもやりたいですねいや個人的にななんかやっぱ僕らやっぱ10秒デッキやってる身からするとこの10秒デッキ対決で負けるのは結構痛いっすね結構痛いうわマジで面白いっすねいや面白いっすねこんなことになるんすねまさかのじゃないですか確かによしお願いしますお願いしますいやーなんかもう初めてさ10秒デッキ使ってて相手が10秒いや僕もっすよそんなこと普通なんないですからねまあもう適当にもう守り適当に使わせましょう相手にそうですねポイズン使ってもらえるとすごい嬉しいですからねうんそうですねああおいしい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 もう何でもいいっすね何でもいい何でもどんどんキヨキヨさんがスケラ欲しいぐらいですね手札にあ、でもごめん、スケラだ、そうだそうです、そうですもう全然出したデッキが変わってますスケフリとレイジがあるからまあ僕はもう出せんのかなまあでも、ちょっとあれが欲しくないですかキャップ
あれっすか、なんですよ、これもう許容、もうね、違うんすよ、これ、ラツさん甘いっす、僕らはもうスリクラーさえ乗らなきゃいいんですよ。確かに、バカでした僕が、すいません。なんで守ろうとしてんの。それはね、それはダメ、それは違う。おいしい、おいしい、おいしい、これ、右側に僕アイゴレ出しつつの10個数で、確かにキングにお互いスケラでフリーズ、お互い主観7なんで10になった途端いきますか。今いっちゃいますか。お願いします。で、僕右側いきます。 OK、左いきます。あー、こいつも OK、ナイス。これ、いけるんじゃない。いや、これ全部固まってるよ。うわぁ、おぉ、結構入ってる。コウモリ、コウモリちゃんも結構入ってる。いや、これ多分もう一回いけばいけるか。これもう一回いける。だってこれもう一回勝てますよね。だってこれでジャンジャガジャンジャンジャンジャガジャンジャンジャンしてグッドゲーム、グッドゲーム、グッドゲームして、これグッ相手多分もうキングオリン来ると思うんですよ。もうここでちょっといいっすか。これでもう負けましたみたいな。もうじゃあタワー、疑似タワーして。あ、疑似、あ、ずれた、ずれた、疑似タワーして、で、グッドゲームですね。もうグッドゲーム、負けた、負けました、負けた。じゃあ僕、もうエリポン防衛していいですか。あ、いいっす、いいっす、いいっす。もうこれで、あー、もうこれもこの人たちもう、あ、やめたわ、諦めたんだってなってますから。 GG、GG みたいな。あ、やべ、これ大丈夫か。あ、もうなんかしてるわって感じですね、今。あ、もうなんかめっちゃいいっすけど、止めたい。めっちゃいいっすね。で、ここはあれっすね。で、ここは一回耐えて、アイゴレ展開からのっすかね。まあ、僕ちょっとこれでコスト合わせますか。オッケー、そしたらじゃあアイゴレをこの辺から出して。そうっすね、ギャンフ咲いてくれた。美味しいっすね。スケルトラッシュいきますか。いきましょう。いっちゃいますか、いっちゃいますか。僕右側いきます、いきます。で、ここら辺にね、吹き、あ、そっちか、吹き、あ、そっちか。やなめ打ちます。で、レイジいっちゃう。終わっちゃう。やなめ、お、また入ってる、入ってる、いけ、いけ、いけ、うわー、強っ。やばい、やばい、待って、これあれやばい、やばいっす。防衛してましてね、相手、うん、相手防衛してくるけど上からねじれすぎて、上から行くし時間差が強いし。いや、そうっすね。結局うっと転がされても横が広くて、ここめっちゃ広すぎ。え、もう一回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 。やばいっすね。ちょっとこれマジ楽しい、普通に楽しいやつ。楽しいっす。いや、しかもえ、これ10秒デッキの安定度合いがちょっと全然違う。はい、1回目で落とせたらラッキーだし、落とせなかったとしてもさらにチャンスがあるっていう。あ、はいはい、ありがとう。ざっぱありがとうですね。まあ、ありがたいですね。今のところもう僕ら普通のプレイですよ。普通ですね。あー、ファイヤーボール美味しいです。あーちゃん美味しいですね。あーちゃん美味しい、あーちゃん美味しい。ケツアイゴでいいんじゃないですか。あ、ケツアイゴで合流型、合流型。あー、もうこれ上げるボタンじゃないですか、これ。あれ、すぐ上げるじゃないですか。すぐ上げますよ、もうキングしかも興味ないんで。キングしか、もうそうっすね。そんな、あ、これロケット押し単体でいったらキングリードしちゃうんすよね。あ、やべ、やべ、フリーズするから関係ないですかね。確かに許して、お願い。もうエリポン持ちます。あー、でもなんか相手ちょっと色気出しましたね。あ、まあまあまあ、あれ、これ永遠にこれ下がるスタイルですか。あ、でも多分切られちゃいますね。あ、ここで、はい、サクちゃんと。ですが、あのなんか左のゴブリン厄介ですね。サップでも、今使いました、あの人、この人。どうします、これ。あ、でもなんかいけそうじゃないですか。いけそうで気にします。じゃあ左いきますよ。 OK です、いきます。左フリーズいきます。僕右フリーズします。ここで、なんか出たらたまたま。で、レイジもいっちゃいます。ボムタワーすごい邪魔。ボムタワーやるな。待って、待って、来ました。いや、いける、いける、上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 。いや、待って、結構でも防衛されたか。まあ、言うても、これもう一回いけないですね。もう一回すれば落ちる。そうっす。10秒じゃないけど、ただただキングタワー落とし。10秒は関係なかった。10秒関係ないですけど、ロケ砲がちょっと無限に仕事する。いや、いいっすね。キングは折れると。ボムタワーなかったら生きてましたね。でも諦めた感。グッドゲーム、ありがとう。すぐ。もうこれ諦めましたね。諦めた、諦めた。で、あなたの方が強いっす。疑似タワーしてくれ。あ、疑似タワーないっす、ないっす。あれで、で、エリポンボーイはさすがにちょっと無謀なんで、まあ、とはいえ、とはいえ。あー、ありがとう、ありがとう。いやー、いいっすね。いい、美味しい。これ延命をしたい。やばい、やめろ、それはずるい。それはもう男気ないぞ。大人気ない。いけ。いい。さあ、そろそろ準備が整ってきますね。いっちゃいます？あ、このアイゴレ。お、いきますか。あの、究極さん、エリポン持ってるんで、あれは、エリが多いですよ。フリーズオーディング、あ、え、順番逆転、天才来た、順番逆転才来た、順番逆天才すぎ。え？え？いや、いや、微妙か、ちょっと微妙か。もう一回、もう一回っすね。もう一回やるな。てか、アイゴレいらないっすね、これ。だってフリーズしちゃうから。結局。確かに。結果いらない。オッケーっす。おいしい、おいしい、おいしい。で、究極さん、めっちゃコストありますね。もういっちゃいますもん、単体で。え、そうなんすか、そうなんすか。ソロ参戦、ソロし始めましたね。ソロ参戦よくないな。よし、あ、いける、いける、いける。僕もこっち、ザップ打っちゃう、ちゃっ
で、ああ ちょっと待って、協力バトルだ、協力バトル。ちょっとライブソロ参戦しちゃいましたよ。ソロで落とすじゃないですか。ちょっとやりますね。エリボン分で一人でこう暴れてましたね。確かにそっか、エリボンが無限に来た。確かに壊されなかった永遠に。この辺さては強いっすよ、マジで。面白いし強いし。ただただ強い。よし、まあ、よいしょ。まあまあ適当にね、適当でいきました。適当で。もうアイゴルほんといらないな。意外といらなかったっすね。意外と。おー、美味しい美味しい、普通に美味しい。さあ、あ、ちょっと一人で遊んどいきますね。普通にこれ作ってください、これ。よいしょ。お、いい、いい。そして置いときます。ありがとうございます。ファイボカーでも開いて、ファイボっすね。なんかまだ全然ロケホーやばい、冴えてくれないっすね。これ冴え、これロケホーが無限、ロケホー無限。お前いつでも行ける準備は整いましたぐらいですけど、相手が攻めてきてくれると美味しいっすね。これも僕行っちゃいますよ。もう行けるんで、まあまあ一回待ちで。そうっすね。あ、これミニペイド多分前になんかつけるじゃないですか。グッドゲームちょっと押しておきますか。グッドゲーム行ってもう僕らもう消化試合ですよと。おっと言ってます、ね、もうちょっと待ってもいいっすね。あ、もうちょっと待って、この前になんかつけますよね、まだ。で、もう一回、もう一回行きますか。行きましょう。来た、左行きます。僕右行きます。え、これ最強。え、レイジからの振り付け天才じゃないですか、結局さ。なんで気づいたんですか。気づいた。やばい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 、来た来た、やばいって、あ、やばい、やばい、やばいか。あ、あるあるっすね、これあるあるっすね。これあるある、これあるあるっすね。相手今なんすか、ヤナミっすか。ザップからのヤナミでしたね。ザップ、ヤナミっすね。ザップだけだと、ヤナミが、いや、惜しいっすね。惜しい惜しい惜しい。完璧でしたよ、グッドゲームの使い方。よし、よし、行きますか。行きましょう。よろしくお願いします。よろしく。さあ、行きますか。そしたら手札がもう、もう打ちたがってますね。うわー、すごいな、相手。回してください。お、アイゴレ、これ美味しいな。よいしょ。いや、いいですね。そのファイスペうまいですね。ありがたき幸せ。ヤナメ使ってほしいですね、さっきの見ると。非常にそうっすね。おー、あと、お、お前、いけそうな。ちょっと、ザッピー行ったよ。炎の延命を。炎の延命します。炎の延命しますね。エリポン行っちゃいます。行っちゃうぞ、ちょっと。はい。オッケーオッケーオッケー。置いちゃって。いやー、そのスケルトン、エッチーっす、ね。あ、やらめします。オッケーっす。あ、そっち？え、エリポンに来たと思いましたね。僕もエリポンに来たと思いました、今。え、高かった気がしたんですよね。あー、美味しいっす。あれ、これまさか行っちゃう？いや、これ流れありますね。ボム TV 嫌だな。もう行っちゃいましょう。で、僕右行きます。です。いや、キヨキヨさんのそのレイジからの、お、来た。振りつこい振りつこい振りつこい。あー、やばいやばいやばい。言うて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 。よし、いや、全然ないっすから。いや、でも僕ら有利ですからね、実際問題。あ、アイゴレで一回釣ります。 OK です。よしよしよし。いや、すごい広がります。すげえ広がる。すげえ広がる。なんとか。できます。よしよしよし。オッケー。え、いい。待って、なんかいい防衛してないですか。めっちゃいい防衛してますよね。これグッドゲームはまだ早いですね。グッドゲームは早い。なんならちょっとまだ戦闘民族ですから。僕ら戦闘民族ですね。負ける風な流れをしないといけないですよね。めっちゃ戦うじゃないですか。めっちゃ戦う。めっちゃ戦う。よし、今んとこは普通ですか。今んとこ普通。正直1700余裕じゃないですか、これ。余裕っすね。これいっちゃいますもん、絨毯。たまったらいっちゃいたいっすね。まあ、ボムティウィーすごい嫌なんで、ちょっと高く。え、おいしい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 。あ、ちょっと一個上目ですね。ちょっと一個上目いきますよ。僕右側行きます。左行きます。で、斜めワンチャン打ちます。オッケーっす。これだって余裕で落ちます。あ、なんか、いや、そんなか、カマ、あ、あ、いい、いい、ザップ、あー、ザップいた、ザップいた、ザップで、ザップで決める、ザップ決めた。いや、これいいですね。いいですね。じゃあラストぐらいやっちゃいますか。ラストいきますか。そしたらポン、バレルしたいですか、こっちでいいですか。これの方が安定します。安定があります。なんか PS があんまり必要ないんじゃないか。これの方が確かに、こっちの方が強いですね。あ、日本人じゃないですか、アトムさん。これよろしくって言わない方がいいかな。いや、言っていいか。いや、もうパンケーキしときますよ、僕は。あれ、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 あー、全く一緒のリアクションをする人います。で、ここで僕はちょっと守って。あれ、でもなんか相手一人じゃないですか。一人いない。
一人消化試合説ないですか。これ説ありますよね。なんかだっておかしい。あ、いや、ここで来て、あ、アースケープ来た。あ、じゃあ今ちょっと復帰したみたいな感じか。ここまあ普通に戦ってる風でいきましょう。そうっすね。なんかね、これ高回転系デッキっていう。で、キュウキュウさんが回ればいけそうな気もしますが、いっちゃいます？いっちゃいたいっすけどね、ぶっちゃけ。じゃ左行きますか。はい、左っていうか、じゃ僕左行きます。僕右行きます。いや、そのマジレイジな判断のプロっすね。レイジがね。あ、いや、でもこれメガないと間に合わないですよ。量がこれやばくないですか。あ、これでもう2400削れてる。で、これを、あ、このベビー強でいいっすよ。奉仕だけで強します。っで、メガナイト系にアイグル使ってくれると助かります。釣っちゃう方式ですか。あー、釣っちゃう方式。あ、でも一回待ってもいいっすね。多分ロケット押しに飛ぼうとして飛べないターンが一回あるんですよ。これいいっすね。いいっすね。オーブンの打ち合う。オーブン置いてロケット押しの角度ゲーを。うわ、やばっ。よいしょ。いや、プロス。うわうわ、マジか。ちょっと待って、これ、あ、やばい。途中退場。声が。さあ、エルポン入れていきます。これ勝ちましたね。ちょっと待って、今のカットしといてもらっていいですか。いや、もちろんですよ、もちろん。音声だけカットしといてもらっていいですか。さあ、いきます、よろしく。勝ちますよ。勝ちます。さあ、これ…お、いっちゃいます。いっちゃいましょう。いっちゃいます。いっちゃいます。これ2倍タイムだとよりこう…余裕っすね。より…で、フリーズが早く打てる。これ3個打って…いや、なんかもうちょっとプロっすよ。当たり前になってきましたね。当たり前、もうスリクラが当たり前。これって、プロフィールに反映されるんですか。サンクラの形跡。あれ、されるんじゃないですか、さすがに。されると思います。めっちゃいい。スリクラ歴がすげえ高くなる。そこ稼ぎたい人います。いや、いいじゃないですか。でも満足っすね。俺はスリクラ行ってるぜ、みたいな。僕はちょっとその証拠いらないっすね。まあ、そうか、そうか。というわけでね、ちょっと、いや、楽しいっすね。いや、楽しい。久しぶりに2ブツやったんですけど。うん、確かに。だって本当に久々、半年ぶりとか。いや、マジそんなもんっつったよ。もっとしてないもんなりました。1年とか10秒デッキ中にライトニングするとか。なんもしないっすよ。あの、ドッキリ僕は常にしてると思ってるじゃないですか。しないっすから。しかもちゃんと今回はそうですね、やってますからね。楽しかったです。ありがとうございます。レイヤーさんもよければね、友達とかやってみてください。これやった方がいい。これははい、デッキもね、参考にしてください。というわけで、あの概要欄にキュウキュウさんのチャンネル貼ってきます。チャンネル登録お願いします。あの、めっちゃコラボ撮りましたけど、コラボ動画、キュウラット動画たくさん撮ったんで、そちらもね、見てみてください。というわけで、やばい撮ったっすね。心霊かなんかですか、後ろ急に。いや、1、2、3、4時間撮ってますよ、だって。やばいっすね。もうだって夜1時来ますから、やばい。寝ます。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。